はい、皆さんこんにちは、バンダルグリフィッシュです。では今回は維新の嵐幕末志士伝続きをプレイしていきたいと思います。前回、新選組結成してですね、ご覧のように隊長を任命、さらに監察も任命したというところまでプレイをしてきました。今回その続きになります。まあ、しばらく時間を進めつつイベントを見てですね、不定老子を見つけたらもう切り捨てていこうかなというふうに思っています。そのためにですね、まあ、しっかりと稽古を積んでおきましょう。では時間を進めていきます。はい、イベントが始まってますね。芹沢鴨が土方くんと語りかけてきています。これは見ていきましょうか。新大使の佐々木くん脱走したので切り捨てた。これは大使としての規律の中にね、脱走は許しませんということでしたね。まあ、なので処刑されたということですね。で、何が起きたの？これは謀殺されたと書いてるな。理由は？確かに気になりますね。佐々木くんの女に目をつけて譲ってくれと迫ったらしいと。いや、なんとも下水話だな。まあ、これはしょうがないですね。まあ、芹沢はこの後、皆さんご存知の通り、近藤一派に粛清、されるわけなんですけど、それまでの間はこういう暴虐無尽な振る舞いが続きそうですね。では、岡田伊蔵がいたので、面会してみましょう。そして、いきなり、切りかかる。がないので、説得します。情報をね、さらに島原で集めてきたので、その情報カードを使っていきましょう。はい、岡田伊蔵との舌戦はね、勝利しましたね。1の信頼を得た。知名度が2か。先ほど芹沢鴨と戦ったんですけど、芹沢鴨を打ち負かしたら50上がりました。まあ、なんでそっちの方が効率がいいかもしれないですね。ではイベントですね。京都守護職、つまり松平片森が、ついに会ってくれるということです。以前、押しかけた時は会ってくれなかったので、大きな進歩ですね。松平片森ですね。命を投げ出して天下のために働きたいというその方らの心意気、誠にあっぱれである、ということでお褒めの言葉をいただいているというところですね。で、もちろんね、京都の治安を守るという新選組の任務についても言及をいただいています。できればね、給料を上げてほしいんですよね。全然お金が足りてないので今稽古遊びをしながらですね、情報を集めているので、お金が全くない、まあ、そういう状態です。でね、その後、片森と全然話ができるようになってます。説得すらできる。察しで話すことができるのか。いや、察しどころか、こっち3人で話してるね。これは松平片森の鼻を明かして、一気に知名度を上げていきましょう。はい。片森を任しましたが、信頼は1。知名度は41。いや、やっぱ有名どころに勝つと、知名度が、上がりますね。岡田伊蔵に勝っても全然上がらなかった知名度が一気に上がりました。お、天柱を下しに来たな。浪人風の男。これは開国派である、土方に対しての戦いですね。同志もいるんだ。成敗してやろう。まあ、剣術の腕もだいぶ上げてますからね。
はい、切り捨てました。不定浪士4人でしたね。はい、イベントが始まりました。芹沢班ということで、女絡みのイベントだな。いや芹沢かも。大河ドラマ新選組の、ね、佐藤浩市さんはかっこよかったですけど、このゲーム上の芹沢カーモはね、ちょっと微妙な風貌をしてると思うんですけど、やっぱり金だな。続いてイベントで芹沢カーモから松平中将より特命ありということですね。新選組は大阪に下校なさる上様の警護に向かうということになっています。大阪はね、なんか他の動画でもお話したことあるかもしれませんけど、もう10年以上前になるかなと思うんですけど、新卒で就職して後ですね、最初に勤務したのが大阪の支店、支店なのかな、まあ、大阪の営業所というか大阪に配属されましたね。懐かしいな、もうあれ10年以上前ですからね。当時は江坂に住んでました。御堂筋線の江坂ですね。もう大阪もどうだろう、何年も行ってないですけど、まあね、こういう状況なんで、まあ安易に行けるというものでもないですけど、久しぶりにね行ってみたいなっていうのもありますけどね。大阪は土佐堀、あとは道頓堀、まあ道頓堀でも行ってみる？じゃあ大阪城何かあるのかなっていうのはありますけどね。茶屋とか料亭がありますね。じゃあせっかくなんで大阪の料亭も顔を出しておきましょう。はい、イベントが始まってます。芹沢カモが我々、今度一杯を誘って飲みに行こうという話で飲みに来たんですけど、ここでトラブルが発生してそうです。大阪の力士芹沢カモ、これ芹沢が力士を切るっていう事件あったような気がするな。多分切り捨てますよね。うわ、いきなり切り捨てた。このパターンあるよな、芹沢。邪魔だ。邪魔だからといっていきなり殺人をするかという話ですよね。まあ、これで芹沢のね、求心力がさらに、落ちていくということだと思うんですけど、イベントとしてはさらに続く。表が騒がしい。力士がたくさん。これ力士が報復に来てるな。もうそりゃそうだろうね。新選組がとんでもなく悪名を高めている状態ですからね。ここは戦闘のイベントが起きるのかな。バトルイベントはなく普通の、イベントで済みましたね。新キャラ内山彦次郎。内山彦次郎って何者なんだろうな。さて、その近藤彦次郎をどうするかなんですが、切りましょう。切るか。原田くんを呼んでくる。これね、彦次郎を切るんだな。切り捨てましょうか。奸賊、内山彦五郎。油を買い占めて物価を上げ、庶民を苦しめた門により、成敗いたす。いや、これだって、新選組は京都の治安維持でしょ？治安とは全く関係ない上に、しかも大阪の地ですからね。これもイベントで終わりかな？バトルシーンにはならなそう。いや、なりましたね。では、切り捨てていきます。バシバシ。切り捨てる。必殺技はね、使えるんですよね。
土方さんもこれと同じ必殺技使いました。彦次郎を誘う切った。ではこの後進めていきます。はい、切り捨てました。もうこの大阪のね、市中で彦次郎を切り殺しましたからね。新選組の発言力が1上がりました。いや、悪名は100ぐらい上がってそうだな。はい、イベントが発生しています。緊急の指令、御所の警護を仰せつかったということです。今まで島原でですね、情報収集行ってたんですけど、酔っ払ってる状態なんだけど大丈夫かな。何やつだ。我々は新選組だ。御所の警護を仰せつかって終わると。おー、聞いていない。まあ、新選組の知名度なんてまだこの程度のものですよね。で、芹沢鴨が出てきて、どうする?貴様、仮にもこの重大使に会津藩お預かりの我らを通さなかったとなれば、後で、爪腹を切るぐらいでは済まされんぞ。まあ、言い方としては芹沢の言い方の方が、通りそうな言い方をしてますよね。ちなみに、芹沢というのはどうなんでしょうね。実際剣の腕がどれくらいあったのか、それは気になるな。あ、これは8月18日の政変ですね。さて、この一件によって我が物顔で荒らし回っていた尊攘派、尊王攘夷派ですね、影を潜めるだろうということですね。まあ、我々の方はですね、情報収集をひたすら行って、剣の腕を上げてとしてきたので、この後は、長州が、まあ、京都から締め出しを受けたにもかかわらず、京都市中の中でね、長州藩士、あるいは長州の志士が、うろうろとし始めるので、それを見つけ次第消えるという任務に変わっていきますね。しかし観察型もただ闇雲に京都を探索させているばかりでは拉致が開かない。そうですね、まあ、京都も広いですし、この人数ですからね。老子が集まりそうな場所、長州藩邸のある河原町、あるいは中京、あとは料亭の多い島原祇園、この辺りを重点的に探索しようという話になってますね。では早速ですね、そういったところに新選組の大将を送っていきましょうか。今どこまで出てるかな。中京にはいないので中京に出しましょう、まずはね。でさらに出てないところがあれば、島原もいないね。であとは河原町、島原、祇園、あともう一つぐらいなんか言ってたよね。中京、河原町、島原、祇園。ああ、全部入りましたね。じゃあ、これでいいかな。せっかくなんで、同行者を加えて、僕も、土方も、出てみましょうか。で早速、じゃあ、河原町の方にやっていきました。で、同行者にはね、山並さんを入れてみました。これでどうなるかね、ちょっと楽しみですね。では長州藩士が潜んでいないかどうか探索をしていきましょう。お、これは長州藩士は入っちゃいけないというのにいたな。いきなり切りかかりましょうと思ったら品川与次郎から信頼を得ているため切ることができません。そういうのもある。ちょっとじゃあ他にも長州藩士見つけ次第切ってきた。入江がいるな。入江なんて切れないんじゃないかな。まあ、そもそもいないと言われてしまいました。ではちょっと探索してみます。またイベントですね。芹沢が大和屋で何かを起こしたようですね。何をしたんだ今度は。奴らは伊藤連れて1万両を供与した挙句、断られた腹いせに大砲で大和屋の土蔵を焼き払いやがった。いや、これさ、大砲を持ってったの、そこまで。とんでもない奴らだな。
で、まあ、いよいよ、芹沢をね、廃しようということになるのかなというふうに思います。で、ここからですね、芹沢を局長の殻、引きずり下ろすだけではなくて、謀殺するんですよね。で、近藤一派がね、この後局長になるということになろうかと思います。新選組だ、中を改める。今ですね、河原町の方に来ていて、両手を探索していたところですね。そして長州の脱藩浪士平野国富で合ってるかな、読み方見つけましたので、切り捨てていきましょう。はい、これで獅子どもを一刀両断にしてきました。まあ、ただね、ちょっと土方さんの出番がなくて、島田海と山並さんが経験値を荒稼ぎしましたね。捕獲完了。平野国富は死亡です。まあ、捕獲というよりはもう切り捨てですね、だから。ではまた探索を続けていきまーす。はい、今日はね、刀屋さんに来ましたけど、全然足りないですね。欲しいけど、お金が全く足りない。2000、あるいは3000必要ってところですね。お金もね、ちょっと貯めていきましょうか、そしたら。まあ、世の中、金ですからね、結局は。僕みたいな、一般サラリーマンからすると、お金が全てと言われると、まあそれまでなんですけど、まあ事実ですからね、しょうがないですよね。なんかね、一攫千金宝くじなんか当たるわけもなく。とはいえですね、一応毎月1日に固定でロト6買ってます。毎月1日っていうか、毎回最初の抽選日に合わせて1回買ってるって感じですね。あとね、ジャンボ宝くじとかも一応毎回買ってるんですけどね、当たっても3000円とかですね、せいで。もうちょっとね、大きい額、まあ、10万ぐらい当たってくれるとね、懐が少しは、温まってくれるんですけど、なかなかね、そうはいかないですね。あ、入門できるんだ。じゃあ入門しようかな。東京、いや、江戸にいるときはね、高島、法術研究所にいましたけど、京都に来てからはね、塾ないのかなと思いましたけど、こうやって塾見つけることができたので、せっかくなんで塾に入りましょう。こういうところでまたね、お金を使って、新しい武器防具を揃えるのが、後になってしまうっていうのはありますけどね。はい、イベントが始まっています。おそらく芹沢かも暗殺イベントだと思います。トシさん聞いたか？新見は今一人だ。新見を先にやるということかな？どうなんだろう？ここはイベント見ていきましょうか。大使を集めて、この後、芹沢一派を一気に粛清していくっていうことなのかな？はい。イベントが始まっています。芹沢、暗殺ですね。決行しましょう。芹沢をやる。まあ、芹沢の強さがわからないですけどね。目撃者はすべていける。まあ、昼間に堂々やるのかなって話だけどね。くせ者。これでね、夜分になってますね。ちょっと絵を見ると昼間のようにも見えますけど。これで、芹沢との戦いになるかな。どうも、
刀以外にも防具っていうのも道具としてありそうなんだけど、売ってる場所がね、まだわからないんですよね。なんで、何も着てません。草履、肩開きとかね、何も着ていない状態です。では、切っていきましょう。どこに誰がいるかというのは、頭に入れておいた方がいいな。ここに平山さん、野口さん、平間、芹沢がここにいるな。剣術193、通営。で、新見さんがここにいるな。で、我々の方はというと、ここに近藤さんがいて、井上源さんでしょ？山並さん。死んだら終わりの、我々の方はというと、ここに沖田。沖田強いな、やっぱ。で、土方がここか。まあ、まともにやって死ぬのが嫌だからな。そしたら、まあ、近藤さんでいきなり新見さんを切っとくか。どれほどのものかというのはありますけど。お、強いね、やっぱり。沖田で、さらに切っていく。まあ、これ、新選組同士の切り合いですからね、言ってみれば。平山も強いな。一人でも死んだら終わりっていうゲームではないと思って、さっさとね、数を減らして数の優位性を作っていきましょう。おー、天然レシール、コビカン、コロカンなんだろう、ちょっとごめんなさいね、呼び方で。サムスケがやられるなよ。で、島田海だね。海はそうだな、せっかくなんで芹沢の後ろに回って、後ろから芹沢を切りましょう。違う、野口ですね。あれは野口。え、違う、誰を切ったんだろう、わからない人を切った。野口さんを今切りましたよね。これは誰なんだ、ちょっと誰なのか気になるので確認していきます。ここに平間、これが芹沢、ん、違う、新見さんだな。芹沢はもう死んだな。じゃあ土方は使えないので、というか、まあ、遠すぎるので、このままじゃあ、順次行きましょう。源さんもなぁ、稼がせる必要もないからな。まあ、やっぱ、近藤さんとかね、そういう人に活躍してもらいたいですよね。まあ、あとは土方。で、これが起きたですね。サノスケか。まあ、サノスケでじゃあ、終わらせる？いや、終わんねえし。お、切りかかってきた。最後は、起きたさんに、ニーミさんが切られて終わりですね。サノスケが重傷。これ最初に、芹沢に切りかかってますからね、そこで、ダメージが出てますね。はい、ではこれで芹沢一歩を粛清しました。イベントね、続くと思いますので、このまま少し見ていきましょうかと思ったんですけど、特に何もないですね。あ、ありますね。こうして今日にその悪名を轟かせていた芹沢一家は、近藤一党の手により闇へと葬り去られた。ね、今日の治安と、これで局長が近藤、新選組は鬼の副長と呼ばれた新選組のね、副長には土方というね、いわゆる皆さんがご存知の体制になったのかなというふうに思います。では第2章も終わりましたので、一旦ね、ここで、今回は終わりにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。